5区だって第1レースの発走です。さあまずはゆっくりと最内から1番車鏡里志自ら前取りへと出ました。5番の板場俊和が早速車を進めていきまして2番手マークを取ります。2番の阿部亮次、そして3番の高田隼人と今は3番手4番手、そして6番の栗田正也、5番手最後尾4番の重富光介。1周回目バックから3コーナーかけまして3番の高田が車を前と進めました。1車進めて関東勢の後ろ、高田は当日 3.86 から 3.93 とギアを変えました。2番の阿部がこの混成ライン4番手で4車の並びは1号3桁です。6番の栗田は5番手、4番の重富最後尾6番手で一本棒、2周回目1コーナーを回ります。実質先行1車、人気の中心は先頭1の1番の鏡、中身は本川市で前に立ちまして逃げ粘る2着でありました。追走5番の板場、鏡とは3月大垣戦での連携があります。高田が関東勢の後ろ、さらに2番の阿部が高田を追って4車です。6番の栗田は5番手、中身の競争短期動いて見せ場を作りました。そして最後尾4番の重富、この位置ではさあ難しくなります。6番の栗田がそんな中動き出しました。4番の重富追っていきます。赤番周回入りまして1コーナーです。1番の鏡を6番栗田押さえにかかりましたが、一旦ここは誘導が退避、それを確認して車を下ろしたようです。6番の栗田、さあ外マンクまで持ち上げていきまして、どう出るか。2コーナー、1番の鏡が後ろを気にしている。さあジャンのタイミング、6番の栗田が再び発進、一気に前を叩きました。4番の重富が追っていって、短期の2人が先頭2番手、3番手以降距離があって1番の人気の鏡です。さあ競争は最終周回入りました。1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。1番の鏡が前との距離を詰めていく。5番の板場は大きく前と口が開きました。1車の仕掛けで2コーナーから最終バックへ、1番の鏡1車のまくりが決まって、そして2番手6番の栗田は前とぐんぐん距離ができていく中、3番の高田隼人が追い上げてきまして2番手に。さあ4コーナーから直線独走態勢、まずは1番の鏡里志1着、2着3番の高田、3着同冠5番の板場か。第1レース A 級チャレンジ一般戦一組目です。6番の栗田が前へとどんと躍り出て、1番の鏡は幕になりましたが、最終的には後続をぶっちぎっての1着ゴールです。3番の高田が幕に繰り出して追い上げていっての2着、3着5番の板田決定まで、しばらくお待ちください。第1レースでした。